こんばんは、水素の月岡です。どうも、マッケマツです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、寒くないですか、ちょっと明松さん。いやいや、本当に寒くなりましたね。ね、ついに我々2人ともダウンジャケットを着ながらラジオを撮るようになりましたね。なんか今日なんか暴風雪警報ですか。そうそう、なんか僕いつも電車でね、仙台駅から来てるんですけど、電車がね、僕の乗ってきた1本以外全部止まってて、なんかさっきちらっと見てきましたけど、そうそうそう、なんかもう運休って昨日から決まってたみたいな感じみたいですね。そうらしい。帰れっかな今日。帰れなかったら大変ですね。岩沼って泊まれますかね、僕ね。ありますか、ホテルとか。まあまあまあ、泊まるとこぐらいはあると思いますけど。確かに、最悪生村さん家とか。まあ皆さんもお気をつけてね、本当にね、はい、道凍っちゃうかもしれないですからね。いや本当、秋松さんだって原付だからね、一番危ない。ゆっくりあります。転がして帰ってくださいね。遠すぎる。はい、ということで今日のラジオはですね、皆さんからトークテーマを募集してそれについて喋りますよという企画だったんですが、はい、あのね、思いのほかトークテーマがたくさん届いて、まずはありがとうございます。はい、ありがとうございます。16個ほう、なるほど、届きましたね。全部は無理なのでちょっと厳選していくことになるんですけど、はい、あのね、トークテーマ絡みじゃないお便りも1通来てるんで早速読ませていただきます。はい、ひろやじさんからのお便りです。いつもありがとうございます。水素のお二方、ミキサーの生村にリスナーの皆様、ワンバンコ相模の国からひろやじです。相模の国からね、相模原。宮城も寒波の影響で雪が降ったりと寒そうですね。柴田町を離れて早1ヶ月、もう宮城の冬には耐えられない体になったろうな。ちょっと早くないかな。めちゃめちゃ神奈川に順応してますね。まああっちあったかいからね。はい、さて、今日のテーマ、トークテーマではないけれど月岡さんに質問です。あれ、珍しいパターンじゃないですか。私名指しで、なんだろうね。今週末熱海温泉花火大会を見に熱海の会社、保養所へ出かけます。ほう、熱海ね、僕の地元静岡県なんでね。で、翌日は久しぶりに三島経由で帰ろうかと思っています。せっかくなので長泉なみり駅付近のおすすめランチがあればぜひ教えてください。長泉なみり駅って言葉をこのラジオで言ったの僕が初めてでしょうね。まあそりゃそうですよ。っていうかね、 FM 岩沼なんですよね、一応ね。なんか確かに釧路と長泉の話ばっかりしてるけどねえ、今年もこの調子でやっていきますからね。皆さん、長泉なみり駅の近くにはですね、長泉駅じゃないの。あのね、長泉駅っていうのは存在しないんですよ。あ、そうなんですか。そう、実は長泉には2つ駅があって、下尖駅っていうのと長泉なみり駅っていうのがあって、まあ下尖駅が結構そのみんなが乗る駅なんですけど、長泉なめりっていうちょっと北側の駅もあるんですよ。はい、で、長泉なめりの近くだとね、僕は実はあのそれこそドンピシャ1個あって、あのね、まあ実家にいた頃に子供の頃家族でめちゃめちゃよく行っていたうどん屋さんがありまして。うどん屋さん、うどん屋さん、あのね、福梅っていううどん屋さんなんですよね。あの福、七福神の福に、まあ、梅干しの梅で福梅なんですけど、うん、あのね、なんか老夫婦がちんまりとやってるような、うん、あのちっちゃい家みたいなうどん屋さんで、すごいこうあったかくて、うん、ちょっと甘いだしの醤油味のラーメン、うどんが出るんですよ。甘いだし、ちょっと甘いの。関東のだしって味濃いみたいなイメージあるじゃないですか。 ああいう甘さとは違うんですか。うん、なんかね、いやらしくない甘さ、すごいだしが効いてて、うん、でペロッと平らげられて、はいはい、そこがすごいうまいんでね、行ってみてください。すごい、帰ってくんだ今の質問ちゃん。福梅めちゃくちゃうまいからマジで、ね、そんなこと言ってたら行きたくなってきましたよ僕も。あ、コロナも大変ですけど ね、 ね、なんかね、本当にもう気が気じゃないですけどね。確かにやってるかな、福梅。確かにね、まあ、やってたら行ってきてください。気をつけてね、本当に、ね、いや本当気をつけてね。いや、個人的にはね、爽やかのハンバーグとかよりも福梅のうどんの方が。あ、やっぱ爽やかのハンバーグって地元の方はご存知なんですね、うん、やっぱり。うん、でもね、行かないですよ地元の人は、やっぱり。あ、そうですか。なんか静岡の人ってあれがソウルフードだ、ソウルフードだって言ってるイメージあるんですけど、あれは違います。あ、そうですか。宮城の牛タンみたいな感じかもね、地元の人が。わざわざ社長がすげえ言ってるからちょっと話題になった。初めの人はだって静岡の人じゃないもん。あれ、あの元々生まれは。あ、そうなんですか。あの人は静岡の大学に来たっていう。あ、そうなんですね。そう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 、そうなんですか。まあ、だからぜひ福梅のうどんを。なんだ、爽やかばっかり言ってるの。まあうまいんですけどね、爽やかもね。ただ地元の人がわざわざ行くよりかは観光地に近いかも、あれは。なるほど。
ですね、うん、牛タンと一緒ですということでね、素晴らしい質問と回答がオープニングからいいですね出たんじゃないですか、ね、ということで今日も FM 長泉嘘です嘘です、はい、ということでちょっと一曲聴いていただきましょう、はい、僕のねすごい好きなバンドの一番新しい曲ですね、はい、セプターラックでクレイジー。イブニングスマイル、そんなことより聞いてってよ。さてさてさて、はいはい、はい、トークテーマでございます。今回はこれ久しぶりですね。これそうですね、はい、なんか今までこうルーレットとかもね、はいはい、あとなんか1分間で話し切るみたいな企画もね、はい、やってきましたけれども、1年間で随分変わりましたねそうですよ、はい、最初の頃は3択クイズとかやってたんだから。やってましたやってました。人は成長するんだよ。この前のディナーショーでラジオの音声をちょっと切り取って流すっていうのがあって、はいはいはい、うん、そこでやってましたよ ね、 3択クイズ。そうそうそう、あの第1回の冒頭だよね確かね。あの頃は若かったね1年経ってないのよ、まだ経ってない、まあ、9ヶ月ぐらいしか経ってないですけどねはい、はい、ということで今日はねリスナーの皆様からトークテーマがたくさん寄せられておりますので、ありがとうございます。まあ、1つずつやっていこうかなと思います。あれ今回ルーレットではないんですか。うん、もうねちょっと選ばせていただこうかなと。なるほど、はい、しゃべりたいやつ喋ろうかなと思いますはい、まあ、まんべんなくやってきますんでね、よろしくお願いします。はい、あとちょっと挨拶とか一旦飛ばさせていただいても、はい、テーマだけバシッと言いますね。はい、ボン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 行く感じですね。ボンボン行きましょう、はいはい、じゃあトークテーマ一つ目こちら、やっててよかったバイト、嫌なバイトはった今なんで僕が悪い。もう一回そうですね、じゃあもう一回やりましょう。じゃあ行きますね、行きます。やっててよかったバイト、嫌なバイトはたわいがねえな新年早々確かにこれはでも僕が悪かったです今のね目くばせでエコーかかると思うなよってはい、秋松さん、やっててよかったバイト、嫌なバイト、まあいろいろバイトはしてきましたけど学生の頃。まあでもね、うん、僕はその人生経験としてって意味ではバイトって何でもやったらいいと思う、うん、ああそれは同感ですよ。一番しんどかったのはなんだろうな、俺工事現場でなんか8キロぐらいの砂の袋を延々と開け続けるっていうのをやったことありますけどね。お、なぜ、あ、なんか友達誘われてえ、おい秋松砂の袋開けようぜっつって、うん、いやなんかね、そのお父さんがなんか関係者で、はい、なんか人手が足んないからやんないかみたいな、友達連れてきてみたいなとか。そう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 、なるほどね。あれしんどかったですけど、うん、ああなるほどねと思って、こういう世界もやっぱあんだなみたいなのはちょっと分かりましたけどね、すげえなんか似た経験を僕もしたことがあって、ていうかね月岡さんはなんかバイトをやってるイメージがあんまないんですよ、ね、ああそうですか。あの大学生の、まあ、今やってないですけどもちろん、大学生の頃はめちゃめちゃいろんなバイトを、あ、そうなんですか、うん、しました。ひそかになんか単発のバイトのなんか派遣会社みたいなのに登録してて、はいはい、こう日雇いでこう日給何千円とかでこういろんなとこに行ってたんですけど、すごい記憶に残ってるしんどかったバイトは似てて、あのね仙台港の方ってすごい工業地帯があるんですけど、はいはいはい、あの辺のどっかの工場の中に入って、はい、あの某コンビニエンスストアのバットってわかります、うん、あ、わかります。パンとかがいっぱい詰まって、はい、あのバットの空箱をひたすら積み続けるっていうバイトをしたことがあって、はなんか工場の倉庫でっきえ倉庫に一人入れられて、じゃあこのバット一人一人です月岡君このバット積んでって言われて、でも一人だからあの音楽とか聴きながらやってもいいよって言われてて、イヤホンでねあのロックバンさっき流したセプタラック聴きながら、それこそちょうど聴きながらそのバットを積んでてね、あの僕はその大学まで進学して高い学費も払って一体何をと思っていやいやいや情けなくて涙が出てきた。それも込みでの青春ですよね。そうそう、本当にね思い出しますからね、バイトのことを思い出すと当時のこととかね。本当にね、当時僕はマジで金がなくて、そのどんな仕事でもやります状態だったで、原付持ってたからもう仙台港の方とかってやっぱ原付持ってないといけないから需要があるわけで、原付ブーンって飛ばしていって、あの一日中バット積んで5000円ぐらいもらって帰ってきて、いやいいと思いますよ。全然全然世界が広がりますよね。いや本当にね、なんか我々が当たり前のように享受しているサービスの後ろにはこういうものがあるんだなということがなんか分かったりとかするんですよね。いろんなことを学びましたよ僕は。いろんなことしました。確かにこれこのペースだったら終わんないですよ次行きますかね。ちょっと
はい、じゃあねちょっとなんか恋愛系がね来てるので。恋愛系だと水素のこの番組で恋愛系だと誰が興味あるんだまあでもちょっとねせっかく来たんでちょっとずつ読んでみようかな。交際していて記念日を作るのはありかなしか。今完全にエコー忘れましたけどそうですね、今司会の端で幾村さんがえって顔をしててあのごめんなさいってこう横顔で言いました、すいません交際していて記念日を作るのはありかなしかですって。明松さん、これはどういうことですか。今日1年記念日だねとかつって祝ったりとかっていうことですかね。これはありだけどね、別になしって何逆に。あ、まあ、要するに祝いたいか祝いたくないかってことなんじゃないですか。はいはいはい、あ、僕全く祝わないですけどそれはなんかその意図があってやらないんですか。あ、いや切りなくないですか。あ、まあ、それはそう、言い出せばいくらでも出てくるじゃないですか。確かに今日は3ヶ月記念日でもあり、そう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 、10日後は付き合って100日記念日だみたいな。毎月やってたらさもう大変ですから。あ、それで言うと僕はあの高校生とかの頃はなんかもう1ヶ月2ヶ月とかねやってましたけど、大人になるにつれやんなくなりますね、その頻度が下がる感じですね。今日さはもう一切やってなかった、一切やってなかったしやらないでしょうね多分これからもねなるほどね。別に興味がないわけじゃないんですよ、興味がないわけじゃないんですけど、あみたいな、うん、そういえばみたいな感じになってんのかなという気はしますけどね、うん、でもそういえばって気づいた時に LINE とかはしません。しません。あ、しないんだそういえばって気づいて終わりなんだねあ、ごめんなさいね、僕ねちょっとこういうとこあるんですよだからこれやばいな、喋れば喋るほど水素のやばいところが出るぞはい、じゃあもう一個ちょっとね、あのこれはね人間関係編なんですけどいろいろありますね。じゃあちょっとエコーをお願いします。生駒さんいきます、はい。友人彼女が作った料理の感想、お世辞で返すかマジレスするか。あー、まあこれはあれじゃないですか、その結構深い問いかもしれないですよ。ほう、だって料理に限らんわけですから。まあそっか、誰かが何か作ったものを見せてもらった時にどう返すかってことでしょこれは。あ、まあでも料理に限って言えば、はい、僕は結構マジレスする派で、はいはいはい、だってそのそれこそ恋人とかじゃ家族とかだったらさ、はいはいはい、そのマジレスをしていかないと、はいはい、その我慢をし続けることになるわけで、そこはなんか精神衛生上お互いに良くない気がするから。なるほどね。僕はね結構素直に言うかも。あ、ごめん俺ちょっとこれ苦手とか言う、料理に関してはね。あ、そうなんですね。竹松さんどうですか。僕絶対言わないですね。絶対言わない。絶対お世辞しか言わないですね。じゃあこれから明松さんに何言われてもお世辞だと思った方がいいってこと。あ、でもね、いやそうなんですよ。僕はなんかそうなんだ、傷つけたくないのが勝つんですよ。あ、優しいんだ。で、まあ、こっちは我慢するっていうのは確かにそうなんですけど、うん、それはもう、それはもう受け入れるしかないよね、それはね。なるほどね。そうかそうか、すごいな。意外とその真逆な答えがたくさん出ますね。その分あれかもしれない。僕は偏食であることは強調するのかもしれない。だからどうしても食えないもんは言っとかないと。あ、なるほどね。でも先に言っとくみたいな。でもそこをその超えてきちゃった分はもう諦めるみたいな。そうですね。なるほどね。はい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 、まあやっぱねバランスって大事ですからね別に僕も0100じゃないですからね、一応言っとくと。まあ、料理に関するとってことは料理以外はそうでもないってことなんですか。まあ、だってそれこそさ、うん、僕はあの作品に関しては、はいはいはい、あのマジレスをしないことが多いですよ。音楽とか、はいはいはい、芸術とかはそんなんもらってその人がいいと思ったらいいんだから、はいはい、そう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 っていう考えはありますけどね。なるほどね、うん。まあそうですね、僕もだから言われることありますよ、人からはっきりなんか物を言えばいいのにとかって言われることもあるんですけど、はっきり言えばいいのにって言ってる人にはっきり言ったら傷つくんですよだから、いやお前でも言ったらどうせ傷つくやんみたいなのもあるし、バランスを取って俺が受け入れることにしてるところはちょっとあるかなと思いますねなるほどね、ありがとうございます。これはちょっと面白いですね。ちなみに、うん、ちなみに生村さんはどうですか。あの僕マジレスすると、はい、本当に端から端まで行っちゃう人間なんで、はい、僕は端村さん、はい、美味しいけどちょっと合わないなみたいな感じで柔らかく返します、うん、あ、じゃあ割と僕寄りですね、そうしたらかもしれませんね。そうですね、はい、うんうん、ここ3つに分かれてるってこと。そしたらかもしれないですねグラデーションがある、グラデーションがあるね優しさの明松と厳しさの月岡って、そんなことはないですけどね
はい、じゃあ次行きましょうかね。はい、はい、ちょっとね、人間関係シリーズが、あの普段ね、水素のラジオのトークテーマって僕らがもちろん決めてるんですが、あのあまりにもそのなんだろう、芯を食った話をしないから、リスナーからの質問は結構芯を食ったことをたくさん、10ヶ月ぐらい経ったここで、はい、何者なんだこいつらはということなんでしょうかね。そろそろね。じゃあ次のトークテーマはこちら。見た目だけで言えば好きな女性のタイプは、最低でも髪型、身長、スタイルを入れてください。詳しいですね、随分。要件定義がありますけど。そうですか。最低でも髪型、身長、スタイルを入れた上で好きな女性のタイプを述べよ、100文字ということで、さけまつさん。これはでもな、どうでしょうね。僕はじゃあ、なんだろうね、髪型、身長のこだわりなんて一個もないですよ。まあ、見た目できり言ったら好きなタイプの話であれば、僕スタイルはあのね、細すぎない方が好き。なんかあんまり細すぎると心配になっちゃう。あれですよね、要するにあの男性が思うスタイルがいいと女性が思うスタイルがいいって意外とずれてたりするんですよっていうやつですよね。生村さんがゲッツを、めちゃくちゃ同意してる。今ゲッツしましたけど、生村さんがちょっと。いやでも本当そうで、まあ10代の女の子とかが言うそのスタイルのいいっていうのは結構細い感じのが、まあ多い傾向にあると思うんですが、まあちゃんとその肉がついていて、その丸みがあった方が僕はなんか健康さを感じて好きですね。まあ無理してない感じもね、なんかね、無理すんなよって思っちゃいますもんね。そう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 。あと僕、はい、あれかな、メガネかけてる子がいいかな。なんかでもいいんですもんね、これ見た目の話だからいいんですもんね、別にね。メガネっ子好きなんだ。メガネっ子好きなんですよ、それはなんかどこにルーツがあるんですか。わからないです。めちゃめちゃ長戸由紀が好きだったとか、そういう、メガネかけてる子が、はい、スッてメガネ取る瞬間が好きです、僕。なるほどね、これ秋松さんに気に入られたい、あの女性の方たちはぜひメガネを取って。これね、知り合いのおっちゃんにその話したら死ぬほど同意されたことある。わかるよそれっつって。同じ属性のやつが2人いるだけだろそれ。なるほどね、ありがとうございます。はい、ちなみに、ちなみに生村さんは、僕は身長が僕はあまり変わらない人がいいです。あ、自分とってことですか。はいはい、今まで上か下しかなかったんで。ああ、なるほど、ね、ほう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 。以上です。ボディは同じくらいの身長の人。ああ、はいはいはい、身長ね、身長にこだわったことはないけど、確かにそういう考えもあるかも。ありがとうございます。はい、じゃあこれまだいけるね。じゃあ次のテーマいきましょうか。12個は16個あるからね。はい、じゃあ次こちら。好きな自動販売機の飲み物は、これは白ポロさんからですね。はい、なるほどね。好きな自販機の飲み物、好きなで言ったらもうコーヒーですよ。確かに終わりだわそれ。私もコーヒー。最近気になったのは、すごいな、こんなのあるんだと思ったのは、あね、一風堂のねスープが売ってる。嘘。ありますよね。あ、マジっすか。あ、駅の近くにあるの。はい、それが売ってんの、自販機で。買わないけどな。あったかいやつ。あったかいやつ。だから要するにあのコーンポタージュとか売ってるじゃないですか。はいはい、コーンポタージュもコーンポタっていうスープだけどさ、要するにあれと多分海苔は似てるんですよ。要するにあったかいスープ飲みたいですよって時に、はいはいはい、今日はじゃあちょっと一風堂の出汁買ってみるかみたいなことなのかなとは思ったんですけど。すごいな、まあでもね、ちょっと食う前からとやかく食うのはあれなんで、いつか機会があれば。僕はちょっと買っちゃう気持ちは分かりますけどね。まあ確かにその同じ100何円入れるんだったら押したくなっちゃうかもね。はいはいはい、なるほど。それ持ち帰ってラーメンにしてもいいわけでしょ。それは分からない。そうじゃない、そうじゃないとしたら。でもね、多分飲む用ですよその場合。飲む用なんだ。だから寒い時飲む用ですよ本当に。じゃあちょっと希釈されて飲むのに適したあれになってるのかね、多分。へえ、多分ね。そういろんなこと考えますね、なんかね。僕は好きな飲み物とか別にないです、ちなみに。まあ、コーヒーじゃないですか。コーヒーだな。コーヒーだな。あ、プロテインが自販機で買えるようになったらいいなって思います僕は。買えないですよね。買えないよね。あれなんかあんのかね、法律の網みたいなの、ね、なんか牛乳とかもちょっと前まではペットボトルで売っちゃいけなかったみたいなのありますもんね。なんかプロテインもありそうっすよね、そういう。あれは飲み物としてはみたいなのが知らんけど、僕はその辺かな。まあコーヒーですな、はい、水素の公式見解としては。もう一個ぐらい行こうかな。はい、じゃあね、これ行こうかな。はい、
過去の失恋話、それはちょっとやめといた方がいいんじゃないの。あと2分で過去の失恋話、しかもこのタイミングやもんね。そうですよ、これ後半の一発目にあたって今日中に喋れるかどうかっていうのが、ね、思いますよこれ。そうですよ、もう5時から喋っても無理ですよ。しかも抽象的やな、過去の失恋話。確かに失恋したことはあるでしょ、さすがに。ありますあります、ありますよね、はい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 、その時の話をじゃあ今ここでしてくれや。いやどうだろうな。ごめんなさい、ちょっと水素ね、恋バナ苦手なんですよ。あ、まあ苦手っちゅうか、うん、そのもう放送できないようなのか。確かにこう段取りが必要だからね。うん、まあ僕はあれですね、振られたことしかないですけどね。ああそうなんだ。なんか振られてばっかりの人生ですよ、だから悲しいことを言いますね。なんかね。まあその辺までですね、言えることは。あ、じゃあ僕と明松さんの2人に絡んだ話で言えば、なんだろうな、僕が大学生の頃に、うん、まあ付き合っていた女の子がいて、うん、でその子のことは明松さんも知ってたんですよね。うん、まあ別に誰とは言わないです、絶対ここでは言っちゃうんですよ。で僕がその子と別れたその翌日ぐらいに実は水素のライブがあったんですよ。ああ、分かったか、思い出した、はいはいはい、そう。でも水素のライブで、ライブハウスに着いた私の顔がめちゃくちゃ暗くなってて、秋松さんがどうした月岡と、いや僕実は昨日振られましてって言って、秋松さんがちょっと外行こうつってライブハウスの周りをぐるぐる散歩して、その日のライブは散々だったっていう話はありますけど、いやあれはね、俺が実はライブハウスの周りを回ってる間に俺が呪いを払っといたんですよ、あれは。そうなんだ。呪いがついてたから、呪いがついてた瞬間に最悪だったんだ、あの時の僕。そう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 すみません、そんな話ぐらいかな、ここでできるのは。もっとなんか重い長いやつを特別に話すタイミングをどっかで作りましょう。ちゃんとね、いやもう皆さんのご興味に答えなければねいけないですから。はい、ということでね、はい、じゃあ前半ここまでで、後半も次の曲のタイトルがまたこれ。後半もトークテーマ引き続きやっていくので、ここで一曲お聴きいただきましょう。ハンニャでうまくいく。秋山さん、何やら大層なファックスが来てますね。これはダンゴママさんですね。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。本当に気合の入ったイラストですよ、うん。どんなイラストかというと、これはおそらくね、虎がおまわりさんに捕まっているという。虎が運転してるので、これはおそらくスピード違反のイラストなんですかね。スピード違反をした虎、あ、すごいユーモラスな、あのなんかダンゴママさんが、はい、スピード違反でゴールドになったと思った瞬間捕まったというエピソードが書かれているんですけど、どんまい。スピード違反ね、僕は意外と捕まったことはないですね。原付乗ってるのにね。そうですね、僕もスピード違反で捕まったことはないけど、一個すごい覚えてるのがね、大学生の頃原付乗ってたんですけど、あの駅前のツタヤあるじゃないですか。当時まあサブスクとかもねあれじゃなかったんで、あそこでめちゃめちゃ CD とか借りたんですよ僕。で CD をねまあ返すと、返しに行こうと思ってちょろんと原付止めて、そのツタヤに CD を返しに行ったその1分の間に駐禁切られてて、めっちゃ見てんじゃんと思って。そうですよね、そう、なんかね、駐禁は僕も何回も切られたことあるんですけど、あれすごいよね、あれなんか自動的に降ってきたね空から、なんか全部見てんのかなやってて思う時ありますけど、よくあの1分で近くにパトカーなんていたかと思って、まあ僕が悪いんですけど止めたから。そうですね、そうそうそう、いやあの1分を狙ってくるとはっての思いましたね。皆さんも気をつけてください、ね、ダンゴママさんも気をつけてくださいね。事故だけはないようにね。はい、じゃあトークテーマ後半いきましょうかね、はいはい、後半はちょっとねあのポップなテーマが多いのでね、はい、ポップなテーマが多い、はい、じゃあエコーお願いします。思い入れの強い水素の曲とエピソード。いいじゃない、一応こういうのもあるんですね。いいじゃない。This is musician ラジオですよ。自分で言うなってね。秋松さんは何かありますか。思い入れの強い曲な、まあ難しいですけど、ね、まあ、どれも思い入れはあるからな、まあまあまあ、そういう意味ではあれとか初めてだったんでね、シーシャとコーヒーとか初めてした曲だったんでね、なんか記憶にはなんとなく残ってますけどね。まあ確かにシーシャとコーヒーは確かにね、当時まだ水素じゃなかったからね、だから合作する予定もなかったんですよ。あ、そう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 、僕が仕事を依頼される形でね、でもなんか合作になって、なんか知らんけどもう水素の名義でよくねってなって出たんですけど、結構聞かれたんですよね。ね、あの曲は結構人気ですね。確かに僕は
あれかな、割とエニバディとかが、まあ僕は結構エニバディが好きっていうのは推してるんですけど、あれも初めて、あれはそう、あのね、活動再開後初、はあの2人歌い曲、2人で歌ってる新曲だったんですよ、初めて。そう、はいはいはい、でやっぱ音楽も作風も歌詞もめちゃくちゃいいなと思ってて、あの曲は割と本当に僕が今まで作ってきた音楽の中でも割とトップ3ぐらいに入るから好きですね、エニバディは。今後ろかかってるのカップリングですよね。あ、そう、エンターテ、はい、この曲もまあ結構思い出はありますよね。そうですね、うん、まあね、なんかやっぱりそのよくあるじゃないですか、青春時代に聴いてた曲聴くと青春時代のことを思い出すみたいなもんで、はいはいはい、なんかね、当時の何があったとかっていうのはなんかくっついとるわけですよ。あるあの、僕こうめちゃめちゃタイムリーな話題で、今日のね朝その歩いて出勤してる時に、あのいつもアップルミュージックで聴くんですけど、音楽をなんかふと気が変わってアップルミュージックの普段触らないタブを開ったんですよ。でそこにはなんかねフェイバリットミックスってのがあって、ありますね。そう、月岡が今までアップルミュージックで何年間も聴いた音楽の中から好きそうなやつをランダムに流すっていう機能があって、でへえと思ってシャッフルで流したら、もうなんかね本当に 3,4 年前に聴いてた曲がめっちゃ流れて、そう、うわーと思ってさ、やっぱ曲って聴くとその時のことめちゃめちゃ思い出すし、まあそうですよね、そう、なんかねグッときちゃいましたね。ユイとか流れて急に、そう、うわー、そう、森山直太朗とか流れて、そう、うわー、確かに大学生の頃めっちゃ聴いてたと思って、森山直太朗めっちゃ聴いてたんですね。めっちゃ聴いてたんです。僕サークルの弾き語りライブで直太朗のどこもかしこも駐車場を弾き語りして、そう、シーキンとさせたことがあります。じゃあちょっと次行きましょうかね、これね、はい、もうねいろいろあるんでね、どれにしようかな、じゃあこれにしようかな、明日エコーお願いします。明日地球が終わるなら何をしたいか、ポップなテーマですね。なるほど。明日地球が終わるなら何がしたいかか。ぶっちゃけあんまなくないですか。うん、そう、僕もそれは思っていて、なのしたいことって一日じゃできないっていうのと、割とね、これなんか語弊を招かないといいなって思うんですけど、僕はなんか悔いはないかも別に。その割と一日一日を全力で生きてる気はするので。まあ明日が終わりなんだったらそうですかという気はする、僕は、うん、で悔いはない。明日死ぬんか私。僕は、ね、悔いないわけじゃないけど、うん、まあ今さら暴れたところでね、みたいなのはありますけどね。あ、でもあれかな、家族とかには会いたいかもな、僕は。ああ、そうですか、うん、新幹線乗るかも、明日地球が終わんなら。僕は一人の方がいい。この作用。この作用一番気合い入れて C 社作ってそれ吸いたいっす。あ、でも地球が終わる瞬間に一番面白いことしてたやつが優勝ですからね、実際。なんだろうな、どうせ地球終わりますからね。確かに、確かに地球が終わるのに翌日の料理の仕込みとかしてたりですよね。まあ、だから俺の答えとしてはもうめっちゃうまい C 社作って飛びつきるまい C 社を吸いに行く。僕どうしようかな、翌月の夜行バスとか予約してみようかな。予約できないんですか、明日終わるんだったらね。完全にカレンダーも全部消えしてね。この質問あれですね、オーソドックスオブオーソドックスみたいな質問です ね、 いや、いいですね、本当にね。そうそう、いいんですよ、質問ってオーソドックスが一番面白いんだから。じゃあ次行きましょう。パッと戻せるならどんな髪型がいいですか。あ、なるほどね、うん、これはねいろいろあると思いますよ、いろいろあると思いますが、僕は一瞬だけやっぱ金髪したくなる時あるんですよね。してたじゃないですか、昔。してたんですよ、はい、でもあれやっぱちょっと失敗したなと思ってて。あ、そうですか、うん、でもたまになんか俺一瞬すげえ明るい髪にしたいなって時ありますけどね。でもこれは僕の個人的な意見ですけど、秋松さんの金髪良かったっすけどね。あ、そうですか。似合ってたよ。あの、いや、生村さんもその想像してほしいんですけど、あのド金髪だったんです。割と2年前とか直近の話なんですけど、その時は僕ちょっと遊びをやってまして、ちょっとずつ髪を明るくしたらいつ気づかれるのかっていう遊びをやってたんですね。気がついたらめちゃめちゃ明るくなってたんですよ。そうめちゃめちゃ明るい、本当にヤンキーみたいな明るさになってて、
でも別に似合ってたけどね。あ、まあ確かに教育系の人っぽくはなかったけど、そうですね、別にでもそれはいいじゃん。まあでもね、予備校講師とかで変わった人って結構いますからね。別にやったらいいのに金髪なんて。それで言うと僕はね、実はその髪型に対してはもうめちゃくちゃ無頓着で、今の髪型もなんていうスタイルなのか分かんないですけど、この髪型をもうずっとやってますよ僕は。だから別に変える気もあんまないし、髪で遊んだことないから。だから一回俺やってみたいのは、坊主に したらどんくらい楽なのかっていうのはちょっと試してみたい感じはありますけどね。それでいうと僕実は小学校までずっと坊主でした。あ、僕もですよ。あ、そうなんだ。僕もあの確かに今ここで坊主ね。はい、そうです、そうです。でも絶対楽じゃないですか。確かに。あ、僕は確かに今でも坊主にしろって言われたらしたくないから、髪型に無頓着は嘘かもな。坊主はやかも。確かに。でもしたら意外とすげえ似合うって人結構いるらしいですよ。確かに確かに。あけまつ、まあ想像できないですけどね。でもしたら意外と似合うんだ。今度やります、どっちが似合うか。でもそれが問題なんだって。だ今度やりますってやったらしばらく取り返しつかなくなるから。そうそうそう、坊主ってマジで、あの明日地球が終わるなら坊主にしましょう。じゃ あそれでいいじゃん。これでいいじゃん。それでいい、それでいい、これでいいわ、うん、明日地球が終わるなら坊主。最後どんくらい似合うか確認して地球終わるっていう。確かに。誰よりも早く頭が傷ついて死ぬっていう。いいじゃないですか。はい、切りよく曲も終わりましたところで、はい、じゃあ次の質問ね、だんだんちょっと変わった質問が出てきますけど、これいきましょう、うん、はい。自分が考える最高の海鮮丼、これは外せないネタ3つは何？え、こんな迷う要素あります？だってどういうこと？そんなことを常に考えながら生きているのか。それはあんたは僕どこ出身だと思ってるんですか？だってそうか、北海道だね。だって勝手丼ですよ、はい、要するに。なるほどね、勝手丼ってそういうことだからね。確かにあの北海道に勝手丼っていうのがあって、うん、なんか米の入った丼を持って市場を回って刺身を買ったそばから乗っけていく、勝手に具を選んで乗っけていくっていう。あれってなんか塩釜とかでもできるんですよね。なんか、あ、そうなんだ、はい、北海道のもんじゃない別に。わざわざ行かなくてもいいかもしれないんだけど。え、そうなんだ。今めっちゃ目から鱗なんですけど。そうなの。俺最近知ったんですよ。へえ。塩釜までできる。あれあれってどこでもできる。まあ確かにあのねスタイルを北海道が独占したらやばいけど。発祥なのかもしれないですよね。まあ、確かにね。パイオニアなのかもしれない。そうなの。え、ちなみに？まあ粒と。粒と。僕粒はね絶対入れるんですよ僕は。うん、まあ確かに粒好きね。粒と、サーモンと、はい、あとエビですね。粒とサーモンとエビ、まあ確かにうまそう。なんで理由は？いやそれはうまいから以外はまあ特にないですけど。あ、ごめん、それはそうだ。確かに。ただ釧路の場合は僕はもう粒がもう本当に信じられないぐらいうまいと思ってますから、うん、やっぱ粒はちょっと外せないですかねというのは。確かにな。僕はねこんなこと考えたことは一回もないんだけど、今即興で言うとサーモンは絶対外せなくて、なぜなら一番好きだから。あとね、まあ、マグロ、なんだかんだです。マグロのどれですか？マグロの僕は赤身が好きです。あの脂っこいの苦手。サーモンもね、あんま脂っこくないやつがいい。で、僕その2つでいいや。その3つって3つって言われてる。その2つでいいって言ったろ。その2つをその 1.5 ずつ盛りたいです。なるほどね。ダメだ、こういうヘリクスはダメ。ダメ。だから怒ってますよ。すげえ怒ってる。なんだろう、でも本当に思い浮かばない。この前なんかサンマかなんか入れてた時。いや、あれは受け狙いですよ。あ、そうです。勝手丼おかるやった時はなんかその受け狙いでいろんなものを乗せましたけど、マジでやるならマグロ、サーモン、まあ、ブリとかかな。あ、ブリ白身系好きなんで。はいはいはい。アジでもいいな。ごめんなさい、いっぱい出てくるわ。絶対に小骨が入ってないアジがいいな。そこ、あれのは小骨っていうのは結構リスクなんですよね。そうそうそう、小骨がない、ね、そのリスクを背負ってまで俺はそんなに食いたくないっていうのが実はあるんですよ。僕も正直そう。小魚ってね。そう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 、めちゃくちゃうまいんだけどね、アジってね。あ、そうですか。本当は。ちょっと味が。あ、そうか、秋元さん大魚苦手なんだっけ。そうだ、秋元さんはしめ鯖とか食えないの、この人。そういえば。失礼しました。よし、じゃあ次最後の質問かな。どれにしよっかな。じゃあこれいきましょう。飲食店を開くならどんな店？
あ、これは僕も確定ですけど、ね、確定して秋元さん、 あらかじめ決めてることを何ですか？新車屋さんですよ。あ、なるほどね、新車屋か。あれ、あれ飲食店じゃないですか、もしかして。飲食店、まあ、でもこの人の趣旨はそうじゃない気がする。あ、そう、飲食店だった。飲食店だったら C 社を出す何屋さん。あ、いや、飲食店だったら C 社別に出なくていい。あ、そうですか。飲食店だったら僕居酒屋ですね、普通。あ、そうなんだ。ちんまりしたあの M 服みたいな。あ、別に隠さなくてもいいです森服ね、よく好きで行ってる。あ、ああいうなんか本当5、6席ぐらいのちっちゃい、そうそうそう、うん、あのちっちゃい部屋みたいな居酒屋ね、うん、でも奇抜なことはしないのも、なんかあるじゃないですか、最近ボードゲームを出したりとか、なんか客に迎合するような。あ、ごめんなさいね、今居酒屋の秋松さんが出ましたけど大丈夫ですか？そういうんじゃなくて、もうオーソドックス、オーソドックスをやりたいんですよ。なるほどね。もう行ったら枝豆出てきてみたいな、はいはいはい、刺身注文、刺し盛り注文してもらってみたいな、なんかそんな感じのやりたいですよ ね、 ね、確かに確かに。で、酒はなんかやたらうまみたいなね。そうですね。それでももう森福でよくないですか？そうですね森福をやりたいんだじゃん、はい、そうです。まあ、確かに、でもそれはわかるよ、はい、僕はあれです、あの東北大学川内キャンパスの近くでデカ盛りの店やりたい。あ、絶対需要あるのになんで誰もやってないんだろうってずっと思ってます、僕は。あの、今ないですか？まあ、沢木とか。デカ盛りじゃないのか。そう、デカ盛り、あの盛り立つ、わかります？わかります。ああいう店欲しくない？あの、あ、柔道部とかアメフト部とかラグビー部とかが行くような店があったら絶対売れんのになって思ってるの、僕はずっと。やっぱあれなんですか、そのやりたいかやりたくないかっていう基準はやっぱ売れるかどうかで考えます？まあ、そうですね。あ、そうですか。僕ね、なんか別になんかそんなに売れなくてもいいやって気持ちはちょっとあるんですよね。あ、そうなんだ、まあ確かに、そういう考え方だとそうね、確かにね。今ちょっと言葉めちゃめちゃ選んだけど、売れるビジネス売れるビジネスだったとしたら、うん、なんかもうちょっとなんかいろいろ工夫はするかなという気がしますよね。まあ、僕は逆にその川内キャンパスの近くでデカ盛りの飯を運動部ターゲットに出したらどこまでいけるのかっていうのをやってみたい。なるほど、ね、そう、果たしてマジで伸びるのか意外と滑るのか、それを立証したいみたいな気持ちがあるかも。まあ、そこは難しいですよ ね、どうなることやらって感じ。そうそうそう、でもそこに限り出ることがあったらよろしくお願いします。はい、じゃあちょっといろいろ読んできちゃいましたけどね、ここらで1曲エンディング聞いていただきましょう。水素でエニバディ。たくさん喋りましたね秋松さん。まあ、これは面白い企画じゃないですか。で、面白かったですね。ちなみに、あの生村さん、はい、あの飲食店をやるならどういうお店がいいですか？あの、これっていうのはないんですけど、一つの食材を永遠とそれだけでいろんな料理作るお店とか、はいはい、例えば豚肉のこれだけでいろいろ何か作れるようなお店みたいな、うん、あります。なんかエビとかありますよね、はい、よく、はい、それを極めるお店みたいな感じをちょっとやってみたいですね。一点集中で、一点集中で。ちなみに何がいいですか？豚肉とかで、豚肉でいろいろと作ってみたいですね。いいです。トンテキ、ヒレカツ、はい、もうカツ丼あり、すごいですね。もういろいろね、5000キロカロリーぐらいの。でもそれコンセプティブみたいなのはいいかもしれない。うん、うん、全然いいと思います、ね、いいと思います。なんか変に何でも屋さんにするよりは、うん、その方がなんかファンがつく気がします。ありかもありかも。なんかそういうお店が欲しい。あ、はい、そういう願いがあります。そうか、自分が行く側として。あ、だからこれもしかしたら3人とも自分が行きたいお店行ってるんじゃない？あ、そうかもしれない。これは僕だって大森の店近所に欲しいなって思ってるのよ今ね、うん、これ面白いね。みんな自分が行きたい店を行ったんだよ。まあ、俺別に森福行けばいいだけだから。池松さんの森福愛にあふれた回ですよ今日は。だから森福な、そういえば年明けてから行ってないや、まだ。ああ、そうですか。うん、なんかバタバタしてて気づいたら、うん、ちょっと今度行きます。そんな話ここでしなくていいか。そうですね、帰りの電車にすればいいか。これマスターとの電話じゃないですからね。今一瞬マジのすがれちゃったけど。はい、ちょっとじゃあ来週のお便りテーマ行ってもいいでしょうかね。来週のお便りテーマはこちら。正月太りを解消しろ、私のやってるダイエット。もう正月って終わってるんですか、これって。わかんない。まあでもなんか、まあ、終わって
ってるか、ブームは去った。あやっぱ三が日なのかな。まあなんとなくもうまだまだお正月気分の人はまああんまいないでしょうもう、ね。まあ、あと今週の金曜日にドント祭も行われますからね。ああそうかそうだそうそう、ドント祭でまあ一区切りなんじゃないかという説がありますからね。習字燃やしてね、そうですね、天高く舞い上がったら字がうまいみたいな、はい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 ね、先週しましたよねその話ね。そう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 したっけそうだしたかも。はい、ということでね、まあダイエットっちゅうほどね、まあ大仰なもんじゃなくてもいいんですけど、うん、はいはいはい、まあ皆さん大体この時期ってね、はいはいはい、太っちゃったなーって思う人が多いと思うんですわ、はい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 、でじゃあ何してますかっていう話をね、シェアしてデトックス的な感じですかね、どっちかという全然それでも大丈夫、要は太った体をどうしますっていう、知識の共有をしてさ、なるほどね、そうこのラジオでそのみんなでいい体になろうよっていう、アカデミック会ですか、アカデミック会です、久々のそうPFC バランスとかの話もしましょう誰が聞くのちゃんとしましょうその辺もね秋松さんはちなみに何かやってます？あ、僕はもうだって糖質制限の割と鬼として鬼というかまあもう正月とかはねわざわざやんないですよ、はいはいはい、でも、ね、いつでもできるから糖質制限、うん、すごいなんかあれですよ、あのまあその話を言いましたらダメなの確かに僕は僕であの筋トレをやってるんでね、はいはいはい、そうあの消費の観点が僕やって、うんうん、秋松さんは節制の観点を、うんうん、完璧じゃんこれ。幾村さんが美味しいお店を紹介するっていうのはどうですか豚肉屋さんいいですね豚肉屋さんはでも糖質制限的には OK ですからね、確かにね、別にね、確かに確かにしっかりねそういう話をじゃあ次回はもう延々とするということで、どうなるんでしょうお便りゼロだったらやだなはい、ということで水素のイブニングスマイルではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、来週のお便りテーマは正月太りを解消しろ、私のやってるダイエットということでね、皆さんがまあこの時期やってるダイエット、そんな応用なもんじゃなくてもいいんでね、ちょっとした工夫とかライフハック教えてください。ファックス番号は 0223-22-6316、 ファックス番号は 0223-22-6316、 メールアドレスは smile@fm779.com、 メールアドレスは smile@fm779.com、 ツイッターへのお便りはハッシュタグ水素のイブニングスマイルをつけてお便りどしどしお送りください。確かに正月気分はねもう薄れてきましたよ。12日ですもんね、気がついたら。だから1月はもう中旬ってことですよ。だからマジか、確かに今年もこんな感じであっという間に終わっていくんですよ。いやそうですね、多分もう再来週ぐらいになったらね、秘宝今年12分の1終了っていうツイートがバズるので、なんかあれですよね、今年何パーセント 2% ぐらい終わってるんですよ確かあれを逐一カウントしてるあのマシンがあるんでしょうね多分ね、そうですね世界のどこかにね確かにな。じゃあ今年もね水素のラジオよろしくお願いしますよ。はい、お願いします。はい、あと秋松さんとあれですね、まだ今年また2回目しか会ってないので。あそうですね、はいはいはい、今年の水素の故郷決めましょう。はい、はい、ということで今年も水素よろしくお願いします。それでは皆さん、来週もまた聞いてってよ。